はい、というわけで今回はこちら、キララジオ内にて新しい情報公開されてますよ。こちらのシークレットは一体誰なんでしょうか。のうちの一キャラだけ解禁されてますね。シュガーちゃんですね。で、今回は早出しなんですか、すべて公開されてますね。2月7日の時点ですべて公開されています。ではちょっと見ていきましょう。まず一人目はひずめちゃんですね。二人目はことねちゃんです。なでしこ来たということですね。なでしこちゃんも来ましたよ。で、ここでミラちゃんもようやく限定できましたね。シュガーちゃん来ました。今回は星5でシュガーちゃんも登場です。この路線行くんですかね。七賢者の星5の限定なんていうのを追加していくみたいですね。今回はこの4キャラクターですね。で、ひずめちゃんがこんな感じに星4になるみたいですね。これは欲しいですね。またちょっと変わった特殊能力なんか持ってると。皆さん知ってます？つい最近ドラクエの女戦士に YouTube が制限してる話。キラファンもそれっぽい制限がですね、 YouTube でちょくちょく見て取れるので、配信方法を少し変えようかななんて模索しています。配信やってる皆さんもちょっとおかしいなと思ったら回避策出しておいた方が良いかと。今回はこんな感じでした。規制対象が RPG 全般と、まあやることなくなっちまうじゃねえかって感じなんですが、この辺よく頭に入れておいた方が良いかと。